戦後間もない1948年、横浜の地場産業であるナッセン工場として創業。スカーフ、ハンカチなどの染めに関わる独自技術を蓄積し、海外への輸出も手掛けるなど、さまざまな経験を経て浜文様は生まれた。浜伝統の型染め、ナッセン。和ざらしの独自開発生地に熟練の技で染め上げていく。布地の質感を損なうことなく、繊細な柄を鮮やかに表現することができるのは、代々受け継がれた伝統と職人の技の賜物と言えるだろう。
繊細さが必要とされる高級シルクスカーフ染色で培った伝統の染め技術ナッセン。確かな技術に裏打ちされたシンプルで洗練された和の魅力をこれからも浜文様は追求し続ける。